どうも皆さんこんにちは、ゆっくりです。早速何か飛んでますが、今回はこれについて解説しようと思います。みんな大好き、ヘリコプターです。では早速作っていきましょう。できました。単純な二重反転ローターです。これだけでも飛ぶことができます。しかし重心をずらすと簡単にバランスを崩してしまいます。それ。これでは操縦が難しいのでスタビライザーを作りましょう。もたつくのでちょっと早回しです。ブレースはクリックしたところに重みがあるので、重心が真ん中からずれないように、設置する向きに気をつけましょう。振動の原因になります。これで完成です。今作ったのは、ラジコンや、古いヘリコプターについている、あれです。重りとブレードがシーソーのように一緒に動くことが重要です。先ほどと同じように実験してみましょう。そい。どうですか?落ち方が多少緩やかになっているとは思いませんか?思いませんか?私は思います。あとはこれに姿勢制御用のフライングブロックをつけたら完成です。こんなのや、こんなの、こんなでもいいです。一番成功したと思うものがこれです。まずブレードの角度を大きくして、離陸します。次に、高度を維持するように、ブレードの角度を調節します。上下のフライングブロックで上昇、下降します。これにより、無操作ではホバリングすることができます。機体を傾けて前進。風車の周りで旋回。上昇して着陸地点に向かいます。一応狙った地点に着陸できました。ふわふわした操作感ですが、制御はしやすいです。また、重量には余裕があるので、いろいろ使い道があります。物資の運搬。ウプ主はこれが一番楽しいです。もちろん爆弾の投下にも使えます。以上でウプ主のドヤ顔航空ショーは終わりです。どうでしたか?今回は BCG で航空機を作る方法の一例を紹介しました。これを見てもっといい方法を思いついたり、できれば動画にしてもらえれば幸いです。それでは、